ガウラインフォメーション。時刻は1時を回りました。11月16日木曜日のカズサ FM ランチタイムガーデン、ここからのお時間は木更津法人会袖ヶ浦地区地区長でいらっしゃいます小国勇さんと電話がつながっています。いろいろとお話を伺います。小国さん、こんにちは。こんにちは。本日は、木更津法人会袖ヶ浦地区の主催によりますで開催するイベント、平川地区に輝く笑顔をペットボトルアートツリー点灯式について、木更津法人会袖ヶ浦地区地区長でいらっしゃいます小国さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは小国さん、このイベントなんですが、平川地区に輝く笑顔をペットボトルアートツリーについてお話を伺う前になんですが、木更津法人会さんについて、教えていただいてもいいでしょうか。はい、はい。まず公益社団法人、木更津法人会という、名前をあまりお聞きにならない方もいらっしゃると思うんですけど、はい。木更津法人会とは上総4市、木更津市、君津市、富津市、そして袖ヶ浦市に本店または支店を置き、法人格を有する企業や商店などさまざまな職種が多く属する組織団体です。その他にも今では参助会員として個人経営の方も多く加入しており、現在では約2600社を有する、団体組織であります。また活動といたしましては、主に税の啓蒙活動や地域貢献、社会貢献などを行っております。その一環として今回のイベントもその一つであります。2600とすごい数ですね。やはりなんか税と聞くとなんか固いこうイメージなんですけども、こういったイベントも、開催するということで、ありがとうございます。では改めましてペットボトルアート点灯式について、教えてください。はい、このイベントは袖ヶ浦市にありますドーム機公園で使用済みのペットボトルに装飾を施し、それをツリーの形にしてイルミネーションして、点灯し、皆さんと楽しんでいただきながら平川地区を活性化させようというイベントであります。このペットボトルの装飾は事前に地元地域の幼稚園、また保育園、小学校に通う子どもたちにもお願いし、協力をいただきながら作品を作っていただきます。またイベント終了後は使用したペットボトルをリサイクルに回す取り組みを行い、子どもたちにもリサイクルの大切さや SDGs について勉強しながら楽しく学んでもらおうというテーマ。子どもたちが飾り付けをしたペットボトルがいわゆるこのツリーになって、それがアートということで、この電源でこう光っていくという、こういうわけですよね。そうですね、はい。面白そうですね。そしてね、後片付け終わってからもリサイクルの大切さ、 SDGs についても勉強しながら楽しく学ぶということが、これはね、一番いいと思います。ではこのイベントを開催するきっかけとなったものは何でしょうか。はい、きっかけといたしましては、イベント会場であるドーム機公園で昨年6月に袖ヶ浦市とコカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパンさんとでネーミングライツの契約を結んだことがきっかけです。はい、ドーメキコインは現在コカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパン・パークドーメキという愛称になっておりまして、昨年度は袖ヶ浦市が主催として、また法人会が協賛という形で初めてこのイベントを開催いたしました。で、今年袖ヶ浦市が主催ではなく法人会が、イベントになっていくわけなんですけど、やっぱりこういうイベントであったりお祭りというのは、地域の皆さんや、また地域の団体、また行政が共になって、やっぱり、ね、作っていくのが本来の姿かなと、そのように思っておりまして、今回はそれを木更津法人会地区が引き継ぎ、地域活性化のためにイベントを開催しようと、そのような運びになりました。また来年以降は法人会ではだけでなく、また周辺地域や各種団体などを巻き込んで、また素晴らしいイベントに育てていきたいなと、そのように思っているところでもあります。今回のきっかけからね、この先のこの、
展望までね、お話しいただいてありがとうございます。そういうことなんですね。ではイベントの詳細について、教えてもらってもいいでしょうか。はい、ペットボトルアートツリーの点灯式は令和5年12月16日土曜日に実施いたします。はい、悪天候の場合は翌17日に日曜日に延期をする予定でございます。はい、まあ、当日は地元事前に地元地域の幼稚園また保育園小学校に買う皆さんにもお願いし装飾してもらったペットボトルをツリー上に飾り付け、まあ、その点灯式を行うほかコアコーラボトラーズジャパンさんによる SDGs に取り組みに関するミニ勉強会やペットボトルに当日飾りを作ることができるクラフト教室も開催する予定でございます。まあ、その他にもイベントとしてもうご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、ね、中で遊べる巨大風船ふわふわガウラや各種飲食店も出店の予定をしております。その他にも袖ケ浦市のマスコットキャラクターガウラとソデリーも登場予定となっております。これは盛りだくさんのイベントですよね。楽しみながら SDGs についても学べることができて、はい、いやとてもこのいいですよね。でこのイベントなんですけども、何時から12月16日土曜日ということなんですが、お時間は何時から行うんでしょうか。はい、まあ、先ほどもお話ししましたように、今回のコカ・コーラボトラーズジャパンさんの協力もありSDGs のペットボトルに関するミニ勉強会や飾り気教室は、午前10時からと11時から2回行います。はい、点灯式は、16時30分から行います。場所はコカ・コーラボトラーズジャパンパーク道明にて行いますので、ぜひ皆さん、お越しいただければと思っております。子どもたちも自分の作った作品を、探しに来てくれるといいですよね。点灯式の後ツリーの明かりは点灯だから、まあ、明かりがつくわけなんですけど、そのついた明かりはそれからどうなるんでしょうか。はい、はい、そうですね、点灯式の後は1月31日までの約1ヶ月半の期間、日没から、21日まで点灯しますので、まあ、期間中何度も見に来ていただけると嬉しいですね。また、このイベントに関しては、はい、広報袖ケ浦で12月1日またホームページでも12月1日に予定しておりますので、はい、もし詳しい内容等々が知りたい方はそちらの方を見ていただけると幸いでございます。12月1日以降の広報袖ケ浦そして、ホームページをに、詳しくまた、掲載されるということでいいんですね。はい、はい、ですね、1月31日までのまあある程度のね1ヶ月半の期間ということで、日没から21時まで、点灯ということですからね、ぜひぜひ皆さんもね、お出ましをいただきたいところでございますね。このすみません、コカ・コーラボトラーズジャパンパーク道めきというこの点灯する場所、はい、ここにコカ・コーラボトラーズジャパンパーク道明記ここで点灯式からその場所でずっと1月31日まで点灯するということでいいんですよね。そうですね、このコカ・コーラボトラーズジャパンパーク道明記において、はい、1月30日まで、まあ、1ヶ月半、点灯する予定でいます。で道明記公園と場所はまた違うんですよね。道明記公園です。はいはい、ネーミングライツでちょっと名前がコカ・コーラボトラーズジャパンパーク道明記なんですけど、皆さんご存知の道明記公園となります。そうですか、はい、私道明記公園は何度か行ったことがあって、はい、私ももう場所だなということは分かってはいるんですけど、初めて聞きました。勉強不足で申し訳ないです。コカ・コーラボトラーズジャパンパーク道明記というのは道明記公園の中ということでいいんですね。そうですね、パーク名ですね、ネーミングライツ。分かりました、そういうことですね。はい、はい、ということで道明記公園をめがけて、お運びいただければということでございます。私もね楽しみにしておりますので、今日はどうもありがとうございました。あっという間のお時間でしたけれども、はい、では、ラストになりましたけれども、小国さんのリクエスト曲ねおかけするんですが、曲目お教えいただけますか。
はい、はい、ちょっとまだ11月でまだ時期ではないんですけど、ちょうどこのイベントを開催中が、はい、まあ、クリスマス時期ということになりますので、マライアキャリーの、恋人たちのクリスマスをお願いいたします。これは鉄板で定番のクリスマスソングの中のクリスマスソングですよね。もうそういう時期になりましたね。これからジングルベルも街でね聞くようになって、だん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 世間も慌ただしくなってきて、なんかこう心のこのなんていうかこうね、よりどころみたいな、こうそういうものになるとやはりこのいいですよね。こう明かりを見ながら人は微笑んで笑顔になりますから、はい、そういったことで、このペットボトルアートツリーが点灯式から、点灯終了の1月31日まではね、皆さんに笑顔をね、届けてくれると思います。はい、ということで、はい、それでは、お選びいただいた曲、曲紹介をいただきましょう。お願いいたします。はい、マライア・キャリーの恋人たちのクリスマス、よろしくお願いいたします。